です。本日行きたいのが食べ放題のお店なんですけども、まあ、食べ放題と言ったら、まあ、ある程度限られてくるじゃないですか。ビュッフェとか、まあ、その焼肉とかね、あと最近僕行ってるのが寿司の食べ放題とかいろいろありますけども、本日でも珍しい専門の食べ放題があるなっていうのを見つけて、とんかつの食べ放題なんですよ。カツの食べ放題のお店珍しいなと思って、そもそもなんかとんかつの食べ放題って、とんかつの食べ放題果たしてどんなものなのか、いくらで食べれるのか、元を取れるのかどうか、とんかつ以外には何かあるのかちょっとわからないんですけども、早速そちら今から行ってみたいと思います。では早速行ってみましょう。高木翔はい、というわけでこちら東京のとんかつ食べ放題の店の地下に着きました。地下駐車場に車を止めて、ここから歩いて向かっていくみたいです。人多いな。ここの7階にあるみたいです。あった、これやしゃぶしゃぶのホン、ホンベジ、どこや。なんかおしゃれやね、ここ。さすが東京、レストラン街もおしゃれや。あったあった、食べ放題ランチ、ランチ限定で唐揚げの方もあるんや。というわけで本日はですね、こちらのお店の唐揚げではなく、とんかつの食べ放題1480円。え、いろいろあるよ。ロースカツ、フィレカツ、メンチ、チーズチキン、ピガリサーチ、ご飯、ドリンクまで。こちらを食べていきたいと思います。じゃあ早速行ってみましょう。おしゃれ。シュワー、届きました、とんかつ食べ放題。ロースカツ、ヒレカツ、黒豚メンチ、チーズチキン。チキンもあるんや、トンだけじゃないんや。これが食べ放題みたいです。うまそう。ちなみにこれが何も言わなくてもこれが届きまして、これを食べ終わったら次何でも食べ放題らしいです。ご飯でもこちらのスープでも何でも食べれるらしいんで、いただきます。まずロースカツから。うん、ハクハク、これめちゃめちゃうまい。とんかつやん、これ。身ぎっしり。とんかつではないねんけどさ、エビフライの定義もあってさ、衣盛りつけるのが決まってるらしい。エビフライの衣を 50% 以下にするっていうのは決まってて、たまにあるやん、もうほぼ衣やなみたいな。あれあかんらしい。あれエビフライって言うんやらしい。うん、塩うまっ。もう本当にとんかつそのまま口の中にダイレクトアタック。レバーも絞ってこの格好なんか L みたいやな。ここからチーズが飛び出とうとしても、うん、うん、じゃあちょっと早速食べ放題次行ってみましょうかね。ちなみにドリンクも飲み放題らしいからすごいよね。はい、というわけでこれ来ました。で、今回僕ね、チーズがすごいうまかったんで、チーズチキン頼みました。チーズチキンと、まあ、普通のロースカツかな。じゃあ次この大根おろし、さっぱりといただきます。2回目完食しました。あー、もう腹いっぱいだ。次でラストぐらいにしようかな。はい、最後こちら頼みました。そういうことね、結構揚げに時間かかるからさ、マクロの腹いっぱいなんだけど、最後もう一回美味しくてチーズチキン頼んじゃった。ごちそうさまでした。ごちそうさま。いやー、はい、食ったね。美味しかった。めちゃめちゃ。とんかつってさ、あんまりお店屋さんで食うことないからさ、なんか新鮮やった。あ、お店屋さんのとんかつの味ってこんなんないな、みたいな。というわけで、本日とんかつ1480円で食べ放題でした。とんかつ食べ放題って言ってるのに一番食ってたのチーズチキン。